浮気相手と結婚するから離婚してくれ。堂々とそのように言ってきた夫。そしてしまいにはこんなことまで言ってきた。新婚生活のためにも親の介護も頼むわ。は、これからもよろしくね、のぞみさん。不倫した自分の娘を責めることもせずに私に頼ろうとしてくる義両親。こんな非常識な人たちとは一緒にいられない。私はそんな彼らにとあることを伝えた。すると義両親は顔を真っ青にさせて私に向かって全力で土下座をしてきた。も、申し訳ございませんでした。私の名前はのぞみ、40歳のパート主婦だ。夫とは結婚して約16年になる。私たちの出会いは仕事関係で、同じ会社で働く同僚だった。一緒に同じプロジェクトでの仕事をしたり、飲みに行ったりしていくうちに距離が縮まっていき付き合うことになった。夫は私より2歳年上で、当時の私からすると随分と大人な男性に見えた。それでいて話が面白いしかっこいいので、一気に好きになってしまったのだ。それから私たちは何度かデートを重ねた後に付き合うことになった。そして1年ほど付き合ってから、私はプロポーズをされて結婚することになったのだ。大好きな彼と結婚することになって、私はとても嬉しかった。当時まだ24歳と若かったが、それでも結婚に踏み切ったのだから本当に好きだったのだと思う。その後、私は夫と共働きの状態で幸せな結婚生活を送っていた。そして結婚して3年が経った頃、私たちの間に娘の舞が生まれた。娘はとても可愛くて、天使かと思った。私たちは順調に家庭を築いていっていて、幸せだった。私は出産を機に仕事を退職し、子育てに専念することに。娘との時間をたくさん作ることができたので、仕事を辞めたのは良かったと思う。そして私は義実家との関係も割と良好だった。義実家に遊びに行くと、義両親は私に優しく笑顔で話しかけてくれたし、居心地も良かった。本当に幸せな結婚生活を送ることができているなと私は思っていた。義両親は孫である舞のことをとても可愛がっていて、よく私たちの家に遊びに来たり、私たちを義実家に呼んだりしていた。すると夫がこんな提案をしてきた。いっそのこと父さんたちと同居しないか。そしたら毎日父さんたちは舞と会えるし、俺たちだって家賃がかからずに広い家に住めるだろう。確かに夫の提案はいいと思った。それはその時の私と義両親の関係が良かったからだ。これから娘も成長していくし、それなら広い家で自由に暮らせるところの方がいいだろう。私はそう思い同居に賛成した。だがこの時の判断が間違いだったと私は後悔することになる。最初は同居生活はとてもうまくいっていたと思う。義両親は孫と一緒に暮らせてとても嬉しそうにしていたし、夫も実家に戻れてリラックスしている様子だった。私は専業主婦として家事を一生懸命に頑張ったし、義両親や夫から特に文句を言われることもなかった。娘もいい子に育っていき、みんなで娘の成長を見守っていた。だがそんな中、私は少し気になることがあった。それは、義両親が娘のことを甘やかしすぎていることだ。というのも、義両親は何でも買い与え、お小遣いも勝手にあげていたのだ。それを見た私はさすがに教育上良くないと思い、ある日義両親にきつく言ったことがある。ちょっと、あんまり前に物を買い与えないでくれませんか？私がそう言うと、義両親は目を見開いて怒った。あんたは私たちが孫と触れ合える楽しい時間を奪うっていうのかい？自分だけがあの子を育ててるとでも思ってるのか？そうやって怒鳴る義両親。
だが私も母親としてちゃんと教育をしたいという思いがある。だから一歩も引かなかった。そういうことを言ってるんじゃないです。もちろんご自由に舞と遊んでください。ですが勝手に物を買い与えないでくださいって言ってるんです。そんなこと言われても、舞が欲しがってたら買ってあげたいだろう。そうよ、買わないで悲しませて、私たちが嫌われたらどう責任を取る気。義両親は孫に好かれたいがために物を買い与えているようだ。だがそのせいで娘がわがままになったら、それこそどう責任を取るつもりなのだろうか。お母さんたちがとても優しくて、舞を可愛がっていることをちゃんと舞に説明しますから、そうやって何でも買い与えるのはやめてください。私がそこまで言っても義両親は納得がいっていないようだった。そして仕事から帰ってきた夫に、まるで私が悪いように話し始めたのだ。のぞみさんが孫と遊ぶなって言うのよ。自分一人だけが可愛がりたいんだよ。私たちをのけものにしてひどいわ。全く違うことを言い出した義両親に私はびっくりした。そして夫はそんな義両親の言葉を鵜呑みにした。おい、どういうことだよ。母さんたちに意地悪をしてるのか、お前は。ちょっと待ってよ。私はそんなことはしていないわ。私は夫にもちゃんと説明をした。子供の教育上、物を買い与えすぎることをやめてほしいと言ったと。だが夫は私の言うことではなく義両親の言うことを信じた。ふざけんな、そうやって適当な嘘をつくな。嘘なんかついていないわよ。じゃあお前は俺の親が嘘をついてるって言うのか。夫は目を見開いてそうやって怒った。結局私がどんなに説明しても義両親の方の発言を信じた。お前がそんなひどい女だとは思わなかったよ。それ以来、夫と義両親は私に対して冷たい態度を取ってくるようになった。あんたが作る料理はまずいね。魚を出す頻度が多いぞ。私たちを年寄り扱いするな、バカモンが。母さんたちを困らせるなよ、本当に使えない嫁だな。そんなようなことを毎日のように浴びせてくる義実家の人たち、どうしてそんな風に罵倒し続けることができるのだろうか。人をいびり続けるのって精神的に疲れると思うのだが、私は離婚も考えた。だが娘はまだその時は5歳くらいで小さかったし、私は娘が生まれてから専業主婦になって長い期間働いていなかったので、再就職できるかという不安もあった。それに娘を連れて出ていけるかどうか確証を得られなかった。今の状況だと義両親が面倒を見ることができるし、夫は給料が安定しているから私ではなく夫が引き取った方がいいと判断されそうだ。義実家の人たちとうまくいっていないからといって娘まで手放すことは絶対にしたくなかった。だから離婚はせずにただひたすら耐えるしかなかった。私が抵抗しないことをいいことに、義両親と夫はどんどん私に対してひどい言葉を言ってくるようになった。本当にこの人たちは同じ人間なのかと思うほど私を罵倒してくるので、いつからか私は彼らのことを人だとは思わないようになった。その方がいくらか気が楽になる。そうやって日々をつらい生活を送っていった私。どんなに夫や義両親からひどい扱いを受けても、娘の成長をそばで見守ることができるのなら、その方がいいと思っていた。娘はすくすくと成長していき、小学校に上がった。義両親が物を与えすぎていたから、わがままになっていないか心配だったが、家では聞き分けのいい子だし、それは学校でも同じだそうだ。担任の先生から三者面談の時に、とても優しくて思いやりのある、いい子ですと言ってもらえた時はものすごく嬉しかった。そして娘は勉強も頑張っていて、
学校の成績も良かった。だが義実家の人たちは、なぜかそれを自分たちの功績のようにしていた。やっぱり私たちの教育がいいからだな。そうよね。褒めて伸ばす、欲しがっているものは買ってあげる、それが大事なのよね。欲しがっているものを買ってあげたから、成績が伸びるというのは意味不明だ。だが義両親は、何においても自分たちを絡めたいようだ。私は適当に聞き流しつつ、娘自身が一生懸命に頑張っていることを褒めてあげていた。私は決して義両親のように物で釣るようなことはしなかったのだが、娘はそれでも私のことを慕ってくれた。いつもお母さんお母さんと言って、私に学校であった出来事などを話してくれていた。義両親はそれが気に食わなかったのだろう。娘が小学校の中学年頃になると、買い与えるものの額が跳ね上がった。今まではお菓子とかおもちゃ程度だったが、その頃はブランド物の洋服やバッグなどを買ってあげていた。私がいくら義両親を止めてもダメなので、私は娘の方に対して、あまり高いものを買わないようにと約束を守るようにしつけることに。だがその時も義両親は面倒くさく絡んできた。本人が欲しいと思っているのを無理やり止めるなんてかわいそうだろ。私たちは前に喜んで欲しくて買ってあげてるのに。そして夫に報告し、私が夫に怒鳴られるという定番の流れが出来上がっていた。私はもう完全に呆れていた。とにかく娘さえ立派に育ってくれればいい、そう思いながら日々を過ごしていた。なんだかんだで時は過ぎていき、娘は13歳になった。中学生になり、これから思春期を迎えて、いろいろと親としても大変になるかもしれない。そんなことを思っていた時、予想もしていなかった問題が起きた。それはある休日の日のこと。夫がいきなり話があると言って、私を寝室に呼んだ。一体こんなところに呼んでどういうつもり？夫とは完全に冷え切っていたので、そういうつもりがあるわけではないだろうし、私自身夫とそういうことなんてもうしたくないと思っていた。そんなことを考えていると、夫はいきなり驚きの発言をした。浮気相手と結婚するから離婚してくれ。離婚。私は夫から思いがけない言葉が出てきてびっくりした。まあ、驚くのも無理はないな。お前にはバレないようにしてきたからな。だけど、もうそろそろ話してもいいと思ったんだよ。堂々とそのように言ってきた夫。どうして不倫していることを公言しようと思ったのだろうか。まあ、頭の悪い人の考えることはよくわからない。そしてしまいにはこんなことまで言ってきた。新婚生活のためにも親の介護も頼むわ。は、ちょっと待ってよ。離婚するんだよね。だったら私がマイと出ていくことになるわよね。私がそう言うと、夫はとんでもないことを言い出した。いや、出ていくのは俺だよ。はあ、どういうことよ。だから俺はここを出て、新しい奥さんと二人で新婚生活を始めるんだ。それで母さんたちのことも心配だから、この家のことはお前に任せるよ。お前だって家があって、舞と一緒に暮らせるんだから、ウィンウィンだろ。私は開いた口が塞がらなかった。全然ウィンウィンじゃない。頭のおかしすぎる発言に私は言葉を失った。じゃあ早速母さんたちに話してくるよ。夫はそう言っていきなり居間へと向かい始めた。私は慌てて夫を追った。夫は義両親に私に対してと同じような説明をした。さすがにこればかりは夫を怒るかなと思ったのだが、義両親もやっぱり頭のおかしな人たちだった。そう、あなたがいなくなるのは寂しいけど、まあ仕方ないわね。そうだな、新婚は夫婦二人だけで過ごした方がいい。
介護のことはこの女に任せていれば大丈夫だ。これからもよろしくね、のぞみさん。不倫した自分の娘を責めることもせずに、私に頼ろうとしてくる義両親。もしあんたが出て行こうとするなら、舞のことは必ず置いて行ってもらうからね。出て行くのならあんただけだよ。こんな非常識な人たちとは一緒にいられない。私はそんな彼らにとあることを伝えた。言っておきますけど、夫の有責離婚だから私は慰謝料を請求できますし、娘だって私の方が引き取ることができる可能性が高いんですよ。は、どういうことだい。だって夫は不倫をしたんですよ。普通は不倫をしていない側に親権が渡りますよ。さらには基本的に母親の方に親権が行くのが当たり前なんですから。ちょっと待て。それじゃああんたは舞を連れて出て行ってしまうだろう。ええ、もちろんそのつもりですよ。そんなことはさせん。そうだ、舞に話を聞こう。は、義両親と夫はそう言って娘を呼びに行った。まさか娘に全部話すつもりなのだろうか。何も知らない娘が今にやってきた。どうしたの？父さんと母さんは離婚をすることになったんだ。え？それで舞はここでおばあちゃんたちと暮らすのがいいと思うんだがどうだ？そんな説明や質問の仕方は不公平だ。私はすかさず大事なところを言った。あなたの不倫で離婚することをちゃんと説明しなさいよ。私がそう言うと夫と義両親は大慌てしていた。バカ、舞はまだ中学生になったばかりなんだぞ。そうよ。ショックを受けさせてどういうつもり？そうやって私を責めてきた義両親と夫だが、私が言い返す前に娘が口を開いた。ショックを与える原因を作ったのはお父さんでしょう。なんでお母さんのことをみんなで責めてるの？え？っていうか、さっきから言い合いをしているのはこっちにも聞こえてたから。それで離婚したらどっちについていくかだっけ？そんなのお母さんに決まってるじゃん。舞、どうしてなの？おじいちゃんおばあちゃんと暮らしたくないのか？おばあちゃんたちは私に優しくしてくれてたけど、お母さんにはひどい態度をとっていたでしょ。正直言ってそれは許せなかったんだよね。私はおばあちゃんたちのこともお母さんを守らずに一緒に責める父さんのことも軽蔑してたから。軽蔑。義両親はショックを受けている様子だった。とにかく私の答えは一択だよ。私はお母さんと一緒にここを出ていく。これからは私がお母さんのことを守るから。舞、私は娘が私の味方になってくれて本当に嬉しかった。すると義両親は顔を真っ青にさせて私に向かって全力で土下座をしてきた。申し訳ございませんでした。謝るのでこの家を出て行かないでください。孫と離れたくないんです。義両親はそう言って懇願してきた。夫も、頼むよ、お前たちがここに残ってくれないと俺の計画が、と開き直って頼んできた。こうなると私も娘も何が何でも折れるわけにはいかなかった。舞と私はもうあなたたちとの関わりを一切断ちます。この家からも絶対に出ていくので、そのつもりで。私はそう言って荷物をまとめ始めた。娘も私と一緒になって、とりあえず必要なものだけをカバンに詰め込んでいた。どこに行くんだ？私の実家よ。お前の実家に行ったら舞は転校することになるんだぞ。それはかわいそうだろ。夫はそのようなことを言って最後まで私たちをここにいさせようとしてきた。だがそれに対して娘がピシャリと言った。この家にずっといるよりも転校する方がマシよ。
お父さんはまず自分が不倫という最低なことをしたことを反省した方がいいよ。どれだけ世間的にひどいことをしているのか分かってるの？中学生になったばかりの子にそのように諭される夫。私はその様子が滑稽で大笑いをしてしまった。夫は顔を青くしながらうつむいていた。義両親に至っては憔悴しきってその場にへたり込んでいた。私と娘はそんな彼らを横目に家を出て私の実家へと車を走らせた。その後私は弁護士を雇い夫に離婚の要求と慰謝料と養育費を請求。もちろん不倫相手にも慰謝料を請求した。夫の中では自分の実家に住まわせれば養育費までは支払わなくて済むと考えていたそうだ。だが全てが計画通りに進まず、結果として慰謝料と養育費を支払うことになった。さらに不倫相手から話が違うと言われて結局振られたらしい。現在は義実家にそのまま残り、収入の大部分を慰謝料と養育費に充てているそうだ。ちなみに私は義実家のご近所さんたちに今回のことを話したし、元夫の職場にも内容証明を送ったので、元夫の周りの人たちは不倫の事実について知っており、元夫や義両親は周りから冷たい目で見られ、そして関わりを断たれて孤立しているそうだ。元夫は義両親から、あんたのせいで舞と会えなくなった。と詰め寄られたそうだが、俺の稼ぎで母さんたちは今まで豊かな生活を送ってたんじゃないか。と夫が言い返し、毎日のように喧嘩をしているらしい。そんな内容をぐだぐだと書き連ねて、復縁をしたいと元夫がメッセージを送ってきたが、私は既読だけつけて元夫のことをブロックした。また着信拒否もして、元夫とは一切連絡を取れないようにした。そして私は娘と実家に帰った後、父の知り合いの会社で事務員として働き始めた。今は両親に支えてもらいながら、シングルマザーとして娘のことを育てている。娘はあんなことがあっても変わらず心優しい子でいてくれて、新しい学校にも馴染んでいるようだ。これからも私は精一杯働きながら、娘の成長を見守っていきたいと思う。舞、お父さんから電話よ。今メイク中だからスピーカーにして。はいはい。私は娘に言われた通りにスピーカーにして通話ボタンを押した。舞、今日はよく眠れたか？うん、大丈夫だよ。それは良かったよ。もうすぐで新しい生活が始まるし、あと少しだけ我慢してくれよな。一体何の話をしているのだろう。夫の声はとても優しくて、娘を信頼して愛しているという感じが取れた。ここまで娘といい関係を築けているのか。私は娘の方を見た。すると娘は人差し指を口元に当てて、私に黙るよう指示を出した。言われた通りに私は黙っていると、夫は驚きの発言をしだした。私の名前はのぞみ、40歳の主婦だ。夫のまさととは合コンで知り合った。同い年だった私たちはすぐに意気投合し、それから交際に発展。順調に交際を進めていき、そして結婚に至った。結婚してすぐに子供ができ、娘の舞ももう15歳になった。夫と私はお互いに我が強くて、ぶつかることも多かったけど、それなりに幸せな結婚生活を送り、いい家庭を築けていたと思う。そして結婚して15年が経った私たち。このまま夫とずっと連れ添いながら、娘の成長を二人で見守っていくものだと思っていた。今度の結婚記念日ってどこか行くの？ある日娘がとても嬉しそうに聞いてきた。うん、まだ決まっていないけどディナーくらいはしたいわね。素敵。高級レストランで夜景を見ながら食事をするんでしょ？
そんなプロポーズの時みたいな感じになるかはわからないけど、ちょっといいお店には行きたいわね。いいな。私、ちゃんと一人でお留守番してるから楽しんできてね。ふふ、ありがとう。そんなことを娘と話しながら、夫がどこに連れて行ってくれるか私は期待していた。だがどれだけ日数が近づいていっても、夫から結婚記念日についての話は出てこなかった。もしかしてサプライズか何かを用意してるのかな。今年は15周年の記念だし、特別なお祝いを用意してくれているのかもしれない。それならあえて結婚記念日については話題に出さないようにしておこう。私はそうやっていつも通りの日常を過ごしながら、夫からのアクションを待った。だが前日になっても特に何も言ってこないし、当日の朝になっても夫は一切結婚記念日について話してこない。相変わらずに眠そうにしながら朝食を食べている。じゃあ、行ってくるよ。あ、ねえ、あなた今日はどうするの？私は我慢できずに聞いてしまった。ここまで何も言われないのはさすがに不安だったからだ。だが夫は不思議そうに私を見ている。どうするって何が？あ、いや、晩ご飯とか。私は夫に気づいてほしくてさりげなくディナーについて触れてみた。すると夫は思い出したような顔をした。よかった、ちゃんと結婚記念日だということは覚えているようだ。だが夫は驚きの発言をしだした。そうだな、今日は金曜だし後輩と飲みにでも行ってくるよ。え？ああ、もうこんな時間じゃないか。行ってきます。行ってらっしゃい。私は絶句してしまった。夫は今日が何の日か覚えていなかったのだ。食卓で朝食を食べていた娘もさすがにドン引きしていた。お父さん、結婚記念日のこと忘れてるじゃん、最低。娘が悪態をついてくれたので、私は少し冷静になることができた。まあきっと仕事が忙しくて忘れたんでしょう。結婚して15周年だということを忘れているのはさすがに悲しかったが、それでも毎日仕事は頑張ってくれているし、感謝できる点を探さなければ。その日は結局、娘と一緒に焼肉を食べに行って、娘にお祝いをしてもらった。そして翌日、昨夜遅くまで飲んできて帰ってきた夫は、昼過ぎに起きてきた。自分がやらかしていることにも気づいていない夫を見ると、さすがにイラッときたが、私はスルーすることにした。すると今にいた娘が、ソファーにドカッと座る夫の前に立った。どうしたんだ、舞。夫は急に目の前に立った娘をいぶかしげに見ている。娘は怒った顔をしながらこう言った。昨日がお母さんとの結婚記念日だってこと忘れてたでしょ。結婚記念日？娘に言われてようやく夫は思い出したようだ。あれ？昨日だったっけ？夫の反応に娘はさらに頭にきたようだ。何よそれ。お母さんとお父さんが結婚して15周年の特別な日だったのに。ああ、もう15年経ったのか。夫のあまりにもそっけない態度に、私もさすがに腹が立ってしまった。あなたどうしてそんなに冷静なの？普通はもっと申し訳ない気持ちを持つべきじゃない？私がそう言うと、夫は途端に嫌そうな顔をして逆ギレをした。はあ？なんでお前にそんなこと言われなきゃなんねえんだよ。大体な、こっちは毎日仕事をして疲れてるんだよ。記念日だとかそんなんいちいち覚えてられっかよ。そんなに祝ってもらいたかったらな、もっと早くから言えばいいだろうが。私は呆れてしまった。娘は夫の発言にさらにイラッときたようで言い返していた。普通は男性の方がちゃんと覚えていて、それでサプライズとかを用意するべきでしょ。お父さんは女心を分かってなさすぎ。うるさいな。
お前ら何なんだよ。もういい、今日は実家に帰る。そう言って夫は怒って荷物をまとめて義実家へと帰ってしまった。お父さんったら何なの。ああやって納得できないことが起きるとすぐおばあちゃんのところに行くし。娘は夫が出て行っても怒りが収まらないようで、腕を組みながら文句を言っていた。私もさすがに今回の夫の態度には幻滅してしまった。今までも喧嘩はしてきたが、正直言ってここまで理不尽な逆切れをしてくることはなかった。それからというもの、夫は家での態度がかなり冷たくなった。私と娘との会話にも入ってこないし、帰りも遅くなることが多い。週末は毎週義実家に帰っていて、泊まってくるのが習慣になっている。そんな夫の態度に私もだんだんと愛想を尽かし始めているのが現状だ。しかし、それから3ヶ月ほどが経った頃、なぜか娘が夫と仲良くなりだした。舞、今日もお父さんと一緒におばあちゃんの家に行くか。うん、行く。よし、それじゃあ早速準備しよう。娘は夫と一緒に週末に義実家へと行くようになり、私よりも夫に懐いている態度を取り始めた。私は今まで義母から散々嫁いびりをされてきたので、ある時から義実家には一切顔を出さないようにしていた。娘も義母のことは苦手だったはずなのに、この前の結婚記念日の時は夫に対してものすごく怒っていたのに、一体何があったのだろうか。本来なら父と娘が仲良くしている状況は喜ばしいことなのだが、私は夫に娘を取られたような気がして、なんだか寂しかった。夫と私はほとんど会話がなくなっていて、敵対する関係のようになっていたので、娘がどちらにつくかで、家での生活の居心地の良さが変わってしまう。夫が仕事に出ている時は、娘は普通に私と接してくれるのだが、夫が家にいると夫にばかり話しかけている。別に邪険に扱われているわけではないから気にしなければいいのだが、どうしても夫ばかりなぜと羨ましく思ってしまう。しかし、そんな中、驚きの出来事が起きた。それはある日の休日のこと。夫はいつものように義実家に泊まり、娘は珍しく私と一緒に家にいた。そんな中、テーブルにあった娘のスマホが鳴った。画面を見ると夫からだった。舞、お父さんから電話よ。今メイク中だからスピーカーにして。はいはい。私は娘に言われた通りにスピーカーにして通話ボタンを押した。通話ボタンを押すと夫の声が聞こえてきた。舞、今日はよく眠れたか。うん、大丈夫だよ。それは良かったよ。もうすぐで新しい生活が始まるし、あと少しだけ我慢してくれよな。一体何の話をしているのだろう。夫の声はとても優しくて、娘を信頼して愛しているという感じが取れた。ここまで娘といい関係を築けているのか。私は娘の方を見た。すると娘は人差し指を口元に当てて、私に黙るよう指示を出した。言われた通りに私は黙っていると、夫は驚きの発言をしだした。もうすぐあいつは虐待の罪で捕まるからな。え、虐待？何のことだ。義母も不敵な笑みを浮かべながら娘に話しかけていた。あんたもちゃんと誰についた方がいいかよく分かってきたようだね。あんなグズ女は見切りをつけな。そして夫はこう言った。虐待をでっち上げて、慰謝料代わりに俺はその家をもらうんだ。そしてカナを家に呼んで、4人で幸せに暮らそう。今からその時が来るのが楽しみで仕方ないよ。うん、私も楽しみにしてるね。娘はそう言って電話を切った。私は絶句してしまい、その場で固まってしまった。舞、今の話は何なの？
あなたたちは何を計画してるの？私は怯えながら娘を見た。だが娘は力強い眼差しで私を見た。お母さん、安心して。私は最初からお母さんの味方だよ。え？そう言って娘はここ最近のことを教えてくれた。娘は数ヶ月ほど前、お友達と町で遊んでいる時に夫と義母が見知らぬ女性と3人で歩いているところを見かけたらしい。それから何か怪しいと思ったそうなのだが、夫に直接聞いても絶対に口を割ってはくれないだろうと思ったそうだ。そこで父親に甘える感じを装い、少しずつ夫の懐に入って真相を知ろうと、父親が大好きな娘を演じたらしい。最初は警戒していた夫も、娘が急にべったりと甘えてくるようになって心を許してしまったそうだ。それで義実家に一緒に行くようになって事の真相を知ったらしい。それは夫と義母が私を悪者に仕立ててこの家から追い出し、そして不倫相手と再婚して3人で住むことだった。義母は義父が亡くなってから一人で義実家に住んでいたのだが、私のことが相当に嫌いだそうで、私を追い出して息子である夫と一緒に暮らしたかったようだ。夫は前々から不倫をしていたようで、不倫相手と義母を合わせて、それからは3人で結託して私を追い出す計画を立てていたそうだ。娘のことも最初は追い出そうとしたらしいが、最近は夫と義母に忠実な態度をとっていたから、引き取って育てようと思ったらしい。だが娘は娘で夫と義母の悪事を暴いて、私に渡すためのたくさんの証拠を集めていたようで、不倫の証拠写真や夫と義母が計画を話している録音音声などを渡してくれた。私はすぐに警察に通報し、夫と義母が詐欺をしようとしていることを報告。そしてその後は弁護士を雇い、夫と戦う準備をした。警察に通報した後、夫はすぐに家にやってきたようだ。私のスマホに鬼のように電話が鳴ったのがその証拠だろう。おい、どこにいるんだよ。なんで俺の実家に警察がやってくるんだよ。私が居場所を教えるわけないでしょ。あなたとお母さんがとんでもない計画を立てていたっていうのに。残念だけど、すべて前から聞いてるから。あの野郎、裏切りやがったな。娘を責めたり逆恨みなんてしないでよね。あなたには相応の罰を受けてもらうから。まずあなたには詐欺未遂として通報したから、次は不倫による離婚と慰謝料、そして養育費の要求をするわ。そんな、ふざけんなよ。ふざけているのはあなたでしょ。私は絶対に許さないから。そしてあなたが欲しがっていたこの家だけど、私が親から相続した豪邸だし、それに高く売れるみたいだから売ってしまうわ。はあ？なんでだよ。その家が手に入らないなら、俺はこんなことを計画した意味がないじゃないか。そもそもあなたの手に渡ることなんてないから。もし渡すなら私が死んで前に相続するってことくらいね。でも、あなたに奪われたら嫌だから売るわ。とにかくあなたのことはもう信用できないから、弁護士を通してさっき言ったことを実行するわ。おい、待ってくれ。夫がまだ何か言っていたが、私は無視をして電話を切った。その後、弁護士を通して離婚と慰謝料と養育費を夫に要求。慰謝料は無事に夫と不倫相手から支払ってもらえた。養育費に関しては、分割で夫から支払ってもらうことになった。元夫は借金まみれになり、さらに豪邸も手に入らなかったので、不倫相手から捨てられたらしい。しかも不倫相手は会社の後輩だったようで、不倫相手は逆恨みからひどい扱いを受けたと会社に報告し、元夫はパワハラのセクハラ野郎として会社で大問題となり、減給の上で地方に左遷された。
元義母は今回の件が近所の人たちにバレてしまい、不倫相手を許容したり孫に虐待を容認させようとしたヤバいやつ認定されて避けられているようだ。一方、私は新しくマンションを購入し娘と一緒に暮らし始めた。今回私を守ってくれた娘には感謝しかない。これからも親子仲良く支え合いながら幸せに暮らしていこうと思う。ご視聴いただきありがとうございます。本日の物語はいかがでしたか？チャンネル登録よろしくお願いいたします。では、次の物語でお会いしましょう。